テムズ・スクラマ・サクスとしても知られるベアグノズのサクスは、10世紀のアングロサクソン人のサクスである。1857年にテムズ川で発見され、現在はロンドンの大英博物館で展示されている。この剣は、高級な武器であり、銅や聖銅、そして銀線で精緻な造眼が施されている。剣の片側には、ルーン文字で記された、ベアグノズという名前だけでなく、 すでに知られている中で唯一アングロサクソンルーン28文字が完全に刻まれている。ルーンのアルファベットは魔術的な働きがあり、ベアグノズという名前は武器の持ち主か剣を作った単野詩であると考えられる。多くのアングロサクソンやバイキングの剣やナイフの刃に見られるのはラテン文字の名であり、ルーン文字の名文は柄や鞘に刻まれているが、ベアグノズのサクスは刃に、 ルーン文字の名文が見られる本の一握りの例である。1857年の初め頃、労働者のヘンリー・ジェブリックスは、バタシー近くのテムズ川の中でサクスを発見した。ブリックスは、サクスを大英博物館へ売却し、1857年4月21日、大英博物館の古美術品部門で働いていた、古物収集家、オーガスタス・ウラストン・フランクスによって、 ロンドン考古協会に展示されたが、この時は、フランク族のスクラマサックスに似ているが、イングランドで発見される例は、非常に稀である。また、ルーン文字が金で、増言されていると記述された。それ以来この武器は、テムズ・スクラマサックスと呼ばれたが、スクラマサックスという用語を裏付けるものが、トゥールのグレゴリウスのフランク氏のみであり、スクラママイナスという要素が何を意味するか明確では、ない。 そのため、近年の研究者は、この種の武器にはロングサクスという用語を選んでいる。このサクスは、切っ先の長い片刃のナイフである。全長7 2 1ル、打ち茎は1 7 0トル、刃は5 5 1トルである。幻想はしていないが、茎には柄があったと考えられる。これは、威信のある武器であり、刃の両面にハンマーで打ち伸ばして、 ひねりを入れた銅や真鍮、そして銀の洗剤で溝を切った葉を幾何学的な文様で装飾し、同様に銅と真鍮、銀の三角形やひし形の造眼が入れられている。装飾的なパターンと名分を造眼する技術は9世紀から10世紀にかけてのゲルマン人やアングロサクソン人のサクスや槍の穂先には広く用いられているものであり、同時代のバイキングの剣にも 同様のものが発見されている。ベアグノズのサクスのディテール。二つの名分の間に線の増眼が見られる。サクスの両面には葉の前兆にわたる深い正中孔があり、その上側に上辺と下辺に銅線の増眼がされた長い区形がある。この区形のうちサクスの一方の面のものは金と銅の線材による肘形のパターンで埋められているが、 これはおそらくパターン溶接の実験したものと考えられる。もう一方の側の区形には二つのルーン名文が、真鍮と銀の線材で増換されている。名文の左側のものは、アングロサクソンルーン、あるいはフソルクの全28文字である。右側には、金と真鍮の杉谷模様を出た方とは語れて、ビグノスあるいは、ビグノスという男性の名前が入れられているが、これは、 刀身の制作者か最初の所有者の名前であると推測されている。刀身のフソルクの名文は以下の通りである。この名文には稀な特徴がいくつかある。まず第一に、ルーン文字の順番がより古い24文字のルーンアルファベットの伝統的な配列やザルツブルクウィーン写本に残されたアングロサクソンフソルクの28文字の配列とぴったり一致しない。 最初の19番目までのルーン文字は順番通りであるが、続く4文字は他の出典とは一致しない混乱した並び方をしている。最後の2つのルーン文字はザルツブルクウィーン写本の並びと順番が入れ替わっていると考えられるが、これらは元の24文字のルーン文字に遅れて付け加えられたため、並び順が安定している、特に最後の文字はアングロサクソンの写本では、 極めて稀である。第二に16番目のルーン文字はとても小さく後付けされたため縮められたように見える。第三にいくつかのルーン文字の書体が通常とは異なっている。これらの風変わりな点は名文をデザインした職人がルーンの綴り方をよく知らなかったことを示していると考えられる。しかし得意な書体のいくつかはルーン文字を潜在で 造眼するのが困難なことに起因する間違いであるかもしれない。ベアグノズの名前の名分は以下の通りである。名前の名分には珍しい特徴は見られないが、名前の右上には文字のように見える奇妙なデザインが2つあり、これは誰にも説明できていない。ヨーロッパのサクスの年代は7世紀から11世紀にかけてのもので、イングランドで最も古い例は7世紀の墓地から、 出土したものである。単独所見によれば、イングランドで発見されたサックスの年代は9世紀から10世紀にかけてのもので、あると考えられ、ベアグノズのサックスは10世紀のものとされる。ベアグノズのサックスと似通ったサックスの数振りとして、イングランド南部から見つかったものと、イングランド北部にあるダラムのフルバックで見つかったものが、知られている。バークシャーのサックスは、構造と、 デザインがベアグノズのサックスに非常に似ているため、両者は同じ工房で作られた可能性がある。エリオットは、ベアグノズのサックスの名文はアングロサクソンフソルクの28文字のみからなっており、当時のサンブリア語の秘文に使用された、追加された文字を含まないことから、イングランド南部の、おそらく、ケント王国に起源を持つと示唆している。サックスに刻まれたベアグノズという名前も、 また、ケントに由来する。なぜなら、写本に見られる、この名前のたった二つの例が、ケント族のものだからである。ベアグノズという人物の一つ目の例は、ケントをエアドールフによる、ケントのロチェスターにある聖アンドリュー教会に、牧草地を譲渡する、特許状に見られるもので、748年から760年の間に死亡した。もう一人のベアグノズは、八百三年に行われた、 カウンスルズ・オドクロブ州に出席したケント出身の修道士で844年にウェセックスをエゼルウルフに宣言の立ち会い人にされた。ベアグノズという名前は声語の指輪、ブレスレット、トルク、あるいは王冠を意味する、ブヨグあるいはベアと大胆さを意味する、ノースという言葉に由来し、リングボルドと翻訳することができる。ベアグノズのサクスは、 ルーン名文の入ったアングロサクソンの武器であること、そしてその名文がアングロサクソン、フソルクの28文字のすべての文字を刻んだ唯一のものであるといういずれの点においても希少な例である。北欧にはルーン文字の名文が入った武器、とりわけ剣の伝説が広く伝わっている。古エタのシグルドリーバの歌の第六スタンザにおいてバルキューレのシグルドリーバが英雄、 シングルズに魔法の加護を得るため、どのように剣にルーン文字を彫るかを教える。この詩は王の写本に収録されているもので、13世紀終わり頃まで書き留められなかったが、もっと古い時代の要素を保持しているかもしれない。また、一方、類似した警告が声越し、ベオウルフの1694行目から1698行目にかけてみられ、これは大まかには、 ベアグノズのサクスと同年代のものである。この詩は13世紀終わり頃まで書き留められる。ベオウルフには、剣の持ち主の名を柄に、ルーン文字で刻む習慣について言及している。この慣習については、剣トで見つかった6世紀の剣の塚頭とワイト島のチェッセル丘陵で見つかった6世紀の銀の鞘の口金で確認されており、いずれも断片的なルーン名文が残されている。 後者は、ケントに由来するもの以外で、アングロサクソンルーンの名分が掘られた武器の唯一の例である。他のアングロサクソンの武器は一文字のルーン文字が見られる。例えば、いずれも、ケントで発見された剣の塚頭二つと槍の刃一つに、アングロサクソンの戦争の神秘を象徴する t、ルーンが見つかっている。したがって、アングロサクソンのルーン名分はいくつか知られているものの、 ベアグノスのサクスほど長く、あるいは際立ったものはない。その上、ベアグノスのサクスは歯にルーン名分がある、唯一のアングロサクソンの武器であり、歯に4文字のルーンが十字に刻まれた暗号的なルーン名分のあるシュレッツハイムの剣を除き、歯にルーン文字の名分を入れられた剣やナイフのは、ヨーロッパのどこにも他に例がない。これとは、対照的にラテン文字の名分が、 バイキングの剣には頻繁に見られる。例えば、制作者の名前ウルフ・バルトの像眼が入った、およそ100振りほどの剣が300年の間知られていた。ベオ・ウルフからの引用に基づけば、ベアグノスは、サクスの、元々の所有者の名前ということになるだろう。しかしながら、バイキングとアングロ・サクソンの武器には、所有者の名前の代わりに、 武器の製作者の名前が、所有者の名前と同様に入れられる。ケンブリッジ大学の元エリントン学僚及び、ボズワース学僚のアングロサクソン語教授、レーモンド・ページは、この名文について4つの可能性を示唆する。ケント州、シッティングボーンから出土した、ブロークンバックサクスには、インシュラーからだで、バイテルム・ ME ソーテという名文と S、アイ・ゲベレイト・ MER という名文がある。 1. 1暗黒時代の件に、しばしば制作者の名前が刻まれていたように、この名前は、サックスを作った、タニヤの名前である。2. これは、フソルクをかける、ルーン職人の名前である。ページは、ルーン職人の名前を加えることで、武器に特別な魔力を付与できたのだろうと推定している。3. この名前は、サックスの、元々の持ち主の名前である。ページの中期によれば、 このスクラマサクスは見事な装備の一部で、それに自身の名前が刻まれるのを見ることは持ち主にとって誇らしかっただろう。4. 送り主の名前を刻むにたる素晴らしい贈り物である。ため、名前はサクスを贈り物として誰かに与えた人物の名前である。ページはどの可能性が正しいのかはわからないと結論している。ノース・ヨークシャー。 マルトンで発見されたアングロサクソンのディスクヘッドピンには、フソルクの最初の7な,ないし8文字に続けて3文字の母音が刻まれているさ、クスのルーン名文は制作者もしくは所有者を特定できるだけでなく、アングロサクソンルーンの28文字を備えた貴重な例である。相対的には、より早い時期の24文字のコフサルクと16文字の シン・フサルクのアルファベットの例はヨーロッパ大陸やスカンディナビアのルーン秘文で一般的であるが歴史的に後になるアングロサクソン・フソルクによる秘文はイングランドにおいては稀である。アングロサクソン・フソルクのほとんどの例は写本の出典から知ることができる。このサクスは基本的なアングロサクソンのルーンアルファベットが28文字が残された唯一の名文である。 フソルクの不完全な最初の16文字は、サフォークのバランドンで発見された、円盤系のサクソン中期のピンに見られ、7内し8文字のフソルクの最初の文字が刻まれたヘッドピンが、ノースヨークシャーのマルトンから見つかっている。フソルクの名文が入れられた意図は明確ではないが、ページは単なる装飾的なものではなく、魔法的な重要性を持っていたに違いないとしている。彼は県に、 ルーン文字を彫刻することは古代に行われた魔法による保護の位置形態だったが、検討王国では旧世紀までにルーンの知識が衰退してしまい、サクスの持ち主は威信を目的に古風な名文を入れることを依頼したのではないかとしている。ルーン文字の順序とデザインに誤りがあるという事実はサクスを制作した職人が自分の作った武器に このようなルーンの名文を入れるのに慣れていなかったことを示唆しており、写本のテキストから不正確に写したのではないかと考えられる。翻訳元翻訳。ありがとうございます。